お疲れ様です。今日のウイスキーニュースはですね、バリンダロッホ蒸留所からシングルモルトが初リリースということで、知らない方ね結構多いと思うんですけど、2015年の5月に正式オープンした蒸留所で、スコットランドのスペイサイドにあるバリンダロッホ蒸留所の、シングルモルトということです。ちょっとね味気ないデザインですよね。最近こうスコッチの、クラフトウイスキーのね蒸留所ってかなりね瓶とかにもこだわってたりとか、あとはラベルにもこだわってたりとかって多いんですけど、その中ではかなり、簡素というかちょっと味気ないねデザインだなと個人的には思いました。ボトルにもね書かれてる通り2015年蒸留だから、もう最初ですよね。オープンした年に蒸留したもので、だいたいね8年から9年熟成ということになってるみたいです。ちゃんとね日付でボトリングとかは書いてないんですよね。で、日本の正規輸入代理店はウイスクイーさんということで、日本はねバリンダロッホというふうに書かれています。ゲール語読み風に言うとね。で、裏のラベルにもちゃんとバリンダロッホというふうになってるんであれなんですけど、以前からね紹介されてたこう日本のページとかではバリンダロックってなってる場合とか、あとはねバリンダラックってなってる場合もあります。ちょっと、英語読みみたいな感じになってる場合もありますね。で、ここのオーナーはですねガイ・マクファーソン・グラントさんという方で、この蒸留所のすぐ近くにあるバリンダロッホ城の、23代の当主でもあります。もうめちゃくちゃ貴族です。7200ヘクタールという広大な領地を持っていて、その敷地内に、蒸留所もあるということで、隣がねゴルフ場だったりとか、もうかなり広大です。しかもこの敷地内にクラガンモア蒸留所があったりとかね。しかもかなり昔は、クラガンモアのね、株とかも持っていたみたいです。よくねバリンダロッホはお城の名前と紹介されることが多いんですけど、基本的にはこの辺一帯がバリンダロッホというねエステート、領地なんですね。このマクファーソン・グラント家の領地ということです。最初からねウイスキーは8から10年経たないと、発売しないと、言ってた通り今回約9年熟成、したウイスキーをリリースということで、これはねめちゃくちゃ資金があるからです。資金力があるからこそ、ニューメイクすら発売してなかったらしいですからね。で、このマクファーソン・グラント家はですね、歴史と、伝統のあるスコットランドの貴族なんですが、蒸留所がねオープンした2015年は今のイギリス国王でもあるチャールズ皇太子夫妻もねテープカットに来たそうです。蒸留所の壁はね最初シングルエステートウイスキーというふうにね書かれてて、シングルエステートっていう、ワードにもすごいこだわってやってたんですけど、いつの頃からかね壁の外壁も変わってましたね。シングルモルトスコッチウイスキーになってました。だから、ちょっと難しいって思ったのかな、完全にこうシングルエステートにするのは。エステートだから自分の領地内で、取れた、ものだったり大麦だったりとか、あと水だったり、そういうのを全て使って作るシングルモルトということですね。多分ねそれだけだとそんなにこうウイスキー作れなさすぎて、あんまりそれを前面に押し出すのをやめたのかなって感じですね。大麦はね、このエステート領地の中で作ってて、モルティング施設ないので、製麦業者に依頼しているとのことです。値段はね結構高くて、だいたい平均して1万7000円前後します。かなり高いですよね。最初のこうクラフトウイスキーの中ではかなり熟成してる方なので、そこでねちょっと納得いく方も多いと思うんですけど、ちょっとまだバー向きかなって感じですね。個人で買うにはちょっと値段がいい値段するなと思いました。で、パッと見た中ではですね、向川蒸留所販売さんが、正規輸入品で1万5500円で販売してました。まだ普通に買える感じです。今のところまだね、定番品をこれっていう感じのものを作る予定はないということで、生産量もね全然多くないらしいので、定期的にこう限定ものというかシングルヴィンテージものとかが、ポンポンポンって出てくる感じなのかなと思います。気になる方はねぜひチェックしてみてください。はい、続いてはですね、マッカランの旗艦店がオープンということで、今年5月に初めて、旗艦店ザ・マッカランハウスが香港にオープンしました。ウイスキー作りに求められる高度な熟練した技術と自然への深い敬意を、形にした没入型の体験型リテールスペースになっているということで、5つの、セクションで構成されているそうです。
スコットランドのマッカラン蒸留所に続く最大のウイスキーコレクションの中から定番商品や限定品、そしてグッズなどが購入できるということで、すごいですよねこれね。もちろんね、本場のマッカラン蒸留所もすごかったんですけど、やっぱりね、そのラグジュアリーな、ブランドイメージっていうのを体験できるお店になってるんじゃないかなと思います。しかもこれ本物かどうかわかんないですけど、めちゃくちゃ高級な、マッカラン置いてありますね。まあ、飾られてるのは本物じゃないかもしれないですけどね、もしかしたらね。バーとダイニングエリアでは試飲や宣伝されたダイニング体験ができるということで、イギリスの建築家、ジェイミー・フォバードさんによる設計だそうです。今後はアーティスト、デザイナー、ラグジュアリーパートナーなどの、コラボレーションを展示するエキサイティングなイベントやプログラムを開始し続けるそうです。いや、マッカランはやっぱりイベントは結構定評があるというか、めちゃくちゃね、このマッカランのイメージを落とさないようなね、そういうイベントがね、やっぱり定評があります。今年はね、マッカラン200周年なので、上半期だけでもね、たくさんのコラボとかイベントあるんですよね。例えばシルク・ド・ソレイユとコラボとかね、あとはベントレーとのコラボボトルでマッカランホライズンが発売とか、これ4万ポンドらしいですね。だいたい800万円ぐらいです。はい。あとはこの間7月19日に200周年の特別テイスティングイベントをリッツカールトン東京で開催したということで、これ行きたかったなと思うんですけど、未だにね、マッカランを使ったスペシャルカクテルが飲めるそうです。45階のザ・バーというところにね、期間限定でメニューが追加されているそうです。去年やったあの六本木ヒルズの大屋根プラザでやったイベントもすごいね、良かったっていう方が多かったので、これもかなり良かったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、この旗艦店は行ってみたいですね。実際香港って近いじゃないですか。東京から北海道来るより香港行く方が安かったりする場合も結構ありますからね、飛行機代だけ考えてもね。そして僕たちからすると、まあ飛行機を2本乗り継いでいくわけなんですが、まあ基本的に普段大阪直通とかね、沖縄直通の便がないので、大阪とか沖縄とか九州とか行くのと変わらない感覚で僕たちは香港行けるので、まあ近いしそんなに高くないっていうイメージです。こうやってお店やってるとね、東京から1泊2日で、ちょっと飲みに来るお客さんとかもいっぱいいますからね。そういうこと考えたら香港にちょっと飲みに行くみたいな、ちょっとマッカランの旗艦店に遊びに行く1泊2日でっていうのもね、いいのかなと思いました。まあ、今マッカランはね、高級ウイスキーの代名詞ということで、なかなかボトル1本家で買うっていう感じでもないと思うので、こういうところでね、マッカランを飲みながら、飲み比べしながら、マッカランのね、ラグジュアリーさというか、この高級感を体験してくるっていうのもね、いいんじゃないかなと思いました。まあ、仕事で香港行く方とかもね、ぜひね、こちらチェックしてみてください。はい、続いてグレンモーレンジなんですが、まさかのですね、グレンモーレンジ10年が終売します。びっくりですよねこれね。どういうことかというと、なんとグレンモーレンジ12年に生まれ変わります。いや、グレンモーレンジってこういうことしますよね、なぜかね。年数なくなるとか年数下がるなら今の時代ね、ありがちですけど、年数が上がるってやっぱグレンモーレンジぐらいしか今までね、あんまりないと思うんですよね。もちろんですね、内容も変わるということで、まあグレンモーレンジの10年の、方向性はそのままで、よりシルキーで、甘美な味わいになるという説明がされていました。発売の方はですね、8月21日水曜日ということで、まあ、すぐですね。樽の方も、以前のグレンモーレンジ10年と同じバーボン樽のみで、熟成と、その内容が10年から12年になったということです。まあ最低熟成年数なので12年以上熟成した原酒を使うということになります。でグレンモーレンジ蒸留所の最高蒸留責任者のビル・ラムズデン博士はですね、フラッグシップウイスキーであるオリジナルをさらに美味しく生まれ変わらせることができないかと考え始め、その結果オリジナル12年になりましたと。より滑らかでクリーミー、より複雑な味わいはオレンジ、バニラ、ピーチ、蜂蜜といったウイスキーの伝統的な香りをボリュームアップさせたと思いますとおっしゃっています。希望小売価格は700ミリで、税込み6875円。まあこれはね、実売価格はもうちょっともちろん安くなると思います。今ねグレンモーレンジ10年が、実売価格ネット市場だと4000円ちょっとで買えますので、まあ4000円台で買えたらいいなと個人的には思ってます。
まあ、12年ですからね、12年になっていきなりボーンと価格が跳ね上がるってことはないとは思います。そしてなんとありがたいことにですね、350ml のハーフボトルもちゃんとリニューアルします。こちらは9月4日から発売ということで、まあね、ちょっと飲み比べしてみたいという方はまずね、このハーフボトル買ってみるのもありかもしれません。まあ、残念ながらハーフボトルだから値段が半分になるというわけではなくて、価格の方は、希望小売価格税込み4125円と、まあ、ちょっと割高になっています。希望小売価格だけだと、まあ、今のねフルボトルの価格と同じぐらいの感じですからね。ちょっとねこの一番のスタンダードの、しかも歴史の長いグレンモーレンジ10年が12年に変わるっていうことはね、かなりのニュースだと思うんですよね。僕も20年以上グレンモーレンジ10年をね飲んできてますから、そうやって考えるとちょっと感慨深いなと思いました。なんかバランタインとかはね、バランタイン12年から10年になりましたなんてね、そういうことがあったりするのが、まあ、今の時代普通かなと逆に思うんですけど、すごいですね。まあ、ただ10年から12年になったところで必ずしも皆さんにとって美味しくなるというわけではありません。好みがそれぞれですから、美味しくなったって感じる人もいれば、前の方が良かったなって感じる方もいるので、表示的にはね、10年から12年ってすごいことですけど、100人がいたら100人美味しいと感じるかは、分からないので、そこは注意してください。それとですね、以前あのセカンドチャンネルでもお伝えしたグレンモーレンジ18年がリニューアル、します。日本でもねリニューアルが決まったみたいですね。2024年の8月から順次切り替わっていくそうで、まあこの10年から12年のアップグレードというかリニューアルに合わせてる感じですね。もうね海外では変わってます。両方とも10年、グレンモーレンジ12年も18年、こちらは厳選されたアメリカンオークのバーボンダルで15年以上熟成した後、まあ、15年熟成した後、一部をオロロソシェリーダルに移し、さらに3年間追加熟成ということで、前はね一部っていう感じじゃなくてカスクフィニッシュ的な書かれ方してたと思うので、ちょっと説明が違うかなと思うんですが、まあほぼ同じ作り方だと思います。実際ね味が変わったかどうかは本当にこれも飲まないとわからないので、何とも言えないんですけど、名前がね18年インフィニタという名前がついてるんですよ。ここが、変わった部分でもあるので、味もリニューアルしたと考えてもいいんじゃないかなと思います。現在のね18年のファンはこう今のうちに購入しておいた方がいいのかなと思いますし、値段もねもしかしたらちょっと上がるかもしれません。一応希望小売価格は税込み 19,360 円になってるんですけど、こちらも実売価格はもっと下がると思います。今ねネット市場だとだいたい 14,000円前後ですね。まあ結構上がりましたね。でもねちょっと前まで今年の初めはまだね9000円台後半ぐらいで仕入れれてたんですよね。そして日本ではねまだ変わってないんですけど、グレンモーレンジのネクタドールが終売してグレンモーレンジネクター16年に変わります。これもね年数表記が上がるというか、ノンエイジだったものがいきなり16年表記つくっていうね感じですね。まあ、しかも名前も変わっちゃいましたけど、これも毎回グレンモーレンジのニュースの時はお伝えしてたんですが、グレンモーレンジのリニューアル多いですね。そうやって考えるとね、結構前ですけど2019年ぐらいにね金樽版、あれが12年から14年になったりとか、前からね、まあ、ちょっと前からグレンモーレンジは年数を上げるってことは結構ねやってます。まあ、ただ今回ねグレンモーレンジ10年のリニューアルっていうのは、そんないきなりグレンモーレンジ10年がね市場からバッと消えるわけではないと思うので、急いで買う必要はないと思います。いまだにね、グレンモーレンジ10年の、その前、さらに前ですね、そちらも買えるというか全然あの値段が変わらないぐらいで買えたりしますし、ちょっとあの並行輸入品の43度とかもね売ってたりしますので、そっちの方が逆に買っとくというか、ファンの方はね、ちょっと補充しといたりとか、好きな方はね、チェックしてみるのがいいかなと思いました。何にせよねグレンモーレンジの長い歴史がここでね今年、ちょっと大きくガラッとね変わった瞬間かなと思いましたね。はい、アイラ第2弾もう今ね最終日、さっきのね続きなんですけど、まあ、前回の続きなんですけど、本当にね景色がめちゃくちゃいい。いいね、もうずっと海岸線沿いを走ることになるから、
海がずっと見えるし。そうだね。ね、ちなみにね、この海はあれです、ロッホインダールですね。あ、ブルックラディ。うん。今ちょうど目の前にブルックラディがあります。人出てきたね。もうね、1日最低4回は必ずここ通ってるんで、もう本当にね、慣れすぎちゃって、ちょっと贅沢な話なんですけど、もういちいちこう見なくなりました。本当にね。本当だね。すごい贅沢だよね。贅沢すぎる。もう近所にある建物ぐらいの感覚にだんだんなってきましたね。毎日4回通ってるとね、最低ね。そうだね。ひどい時はもっと通るしね。そうだね、6、7回通ってるね。そうそうそう。あんまりね、みんな多分こっちの方って来ないと思うんですけど、ちょっとこっちに用事があって、うん、うん、人を迎えに行ったりとかね、そうそう、用事があってこっちを通ってるんですけど、今ね、そのまま過ぎたらポートシャーロットの街に向かってますね。そうです、うん、あのね、ブルックラディで作ってるポートシャーロットのあの、村ですね。要はね、あの昔ポートシャーロットの村には蒸留所があってね、まあ、蒸留所があったから村ができたみたいな話らしいんですよね、噂によるとね、うん、でちょっと戻るとね、キルホーマンに曲がるところがあるし、そう、ね、そう、キルホーマンも結構奥地なんでブルックラディから歩いていこうと思うとね、結構きついかなっていう感じ。うん、地図で見ると近く見えるけどね。いや、結構歩きとか、うん、自転車は結構無謀かもね。あとマキアベの、ビーチがあるし、そう、ね、うん、道が道がすごいね、うん、この辺はちょっと道が悪いです、かなり。あとやっぱりね、飛行機飛ばなかった時のことを考えといた方がいいっていうのが一番アイラはね、うん、思います。そうですね、あの本当にね、一日で天候がもう何回も変わるんで、飛行機が飛ばないというよりね、グラスゴーから着かない、降りられないっていうパターンが結構あるんで、それで最初に一緒に来たメンバーもう帰れなくなってたもんね。帰れなかったね。そう、一日ね、飛行機飛ばないで、フェリーも欠航みたいな。そうそうそう。でフェリーで帰っても6時間ぐらいかかる。かかるかかる。でやっぱりちょっとね、ちょっと余裕を持ってね、日程取った方がいいかなと思います。そうだね、はい、いやー、だからちょっとアイラはね、全体的に余裕を持って来ないとなかなか満足した旅行ができないね。毎年来るっていう人はね、いいかもしれないけど、なかなか来れないっていう人はね、本当に余裕持った方がいい。そしてね、あとご飯高いんで今のところね、今為替がちょっとね、あれなんで、円安がすごいから、一食1人4000円当たり前なんで、あの気をつけてくださいっていう、ところですね。まあ観光地だから余計飲食店もちょっと高めっていう話はしてたんですけど、それでもやっぱり為替がね、影響していると思います。安くてもやっぱり15ポンド、ね、まあ大体3000円は見とかないと、うん、だからちょっと節約しながら行くんだったら、食べ物抜いてコープとか、スーパーとかでね、食材買ってちょっと食べる方がいいかもしれないね、うん、そうだね、うん、あとはもう日本からあの乾燥したね、ドライ、うん、フリーズドライのものを持ってったりとか、僕たちもあの雑炊とか春雨とかじゃ、うん、朝ごはん用に、僕たち朝あんまり食べないんで、ね、ちょっと小腹空いた時にね、うんうん、買いました。今ね、一応信号で止まってるように見えますけどね、あの簡易信号ですね、あの工事のためのね、このあれ、この島って信号ないよね、多分ない、一個もないよね、一個もないです、うん、まあスコットランド自体も信号少ないよね、街の中行かないと少ないかな、うん、あのロータリーみたいになってる ね、 そうだね、あれが多いから。今ポートシャーロットの街に入りました。いや、すごいいいね、ところ、なんか魔女の宅急便みたいな街ですね、ポートシャーロットは、港町、うん、そんな感じで皆さん、あのアイラに来るときはしっかり準備してね、そうですね、来てください、はい、それではまた、バイ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 。